熱血コンサル基礎産業。中小企業の年末の資金繰りが苦しいとよく聞くのですが、年末はどうして資金繰りが厳しくなるのか教えてください。これはね、年末支払うものが多いからなのよね。一番代表的な例でいくと賞与なんだよね。賞与規定っていうものを作ってるところは特にそうだよね。ものすごく膨らむもん、いろんな会社のあれ見てると。あともう一つはね、年末あるあるなのが、資金繰りが苦しい会社でよくあるのが、税金をちょっと一回精算させてくださいみたいなこととかね、で予期せぬ出来事が起こったりする。あと年末って売上上がるとこ結構多いからね、先にこう資金を調達しておかないといけないみたいなことはよくあるからかな。今そうでもないんだけど、昔はもう僕も銀行員始めたての頃なんてのもう年末やばかったもんね。まあ僕の先輩ぐらいの頃がもっとやばかった。年末年始やってたらしいからね、銀行ってね。ずっと空いてて、で宿直室っていうのがあったのよ。だからそこへ寝泊まりして、朝からもう集金所回ってぐらい現金が集まってたんだよね。それがだんだんこう資金決済っていういいものができてきて、お金をね持たないっていうような文化が広がってきてから、まあ現在はそんなにまあその資金繰りが先に出ていくものが少なくなってきたとは言いながら、まだまだ大変っていうことだよね。一番多いのはまあ賞与かな。で次はまあ年末特需というか、それに対する支払いで、11月とかに先それ出しちゃうんだよね。実は支払いの方、支払いが先に行っちゃうから、その後でその賞与を出さないといけない会社が多いから、年末の資金繰りが苦しいっていうのが多いのかな。あとね、よくあるのが、どうして年末に資金繰りが詰まるんでしょうかということなんだけど、1年間の約定弁済額っていうか、毎月例えば100万円返してたとすると1年で1200万じゃないですか。だから1年分を先に借りとけばいいんだよね、決算終わった後。だからどういうふうに成長させるかってことを考えながら資金調達してないから、息切れするのが12月って会社が多いんだよね。借り切れてないから、例えば600万しか調達できなかったみたいなことになると、残りの半年間は利益上がってなかったらキャッシュ奪われていくじゃないですか。だから当然のごとく年末の資金繰りが詰まってくるということになるんですよね。僕も今まで潰したことは1件ぐらいしかないんですよね。これだけ見てて本当に倒産状態になってしまったって1件しかない。もうそれもかなりいい加減なことやってたもんね。だけどそうじゃないところの、まあ年末資金繰りっていうのは大概まあ乗り切れてるかなというふうに思うので、まあ昔と今とで考えると、まだ今の方がちょっと緩いのかなというふうに思う話なんですよね。銀行員時代もしくはコンサル時代に実際の会社の例で、なんとか年末を乗り切ったみたいな会社の例があれば教えてください。一番やったのは1週間で乗り切ったっていう。うちに申し込みに来たのが、例えば12月の20日とかそんな感じで、12月27日にお金がいるんですっていうのがあったんで、結局銀行の返済止めたんよね。銀行の返済止めて、ほんで自分ところが投資家から資金を集めて、こう資金を用立てしたと。その年末超えて3月、4月、5月ぐらいの資金繰りで抑えたみたいな。入金分でね、回収したっていう例はあるけどね。一番ピッチが短かったそれ。もう放送事故みたいな。だったね。よくある、うちはね。いうのはよく、もう緊急の事例っていうのはとてもよくあるんですけども。まあ今までやった中だとそれが、本当の年末資金っていう考え。もう銀行の支店長決済だと間に合わないんだよね。メインバンクがやるやるって言ってやらなかったっていうケースだね。社保の未納とかそういうのがあったり、後で分かったっていう話ね。だから、そうじゃない場合はだいたい1ヶ月以内ぐらいで資金がショートするっていうのが分かるから、全体を精査して、まあ6ヶ月ぐらいの中でどうやって足りない部分を吸収していくかとかね。そういうことをまあやりながら、専門用語ってディープファイナンスっていうんですけど、そういうことをまあいつもやってます。だけど、これは強烈だった。もう1週間ってなった。ただその代わりもやっぱちょっと資本参加とかも後でやってしっかり立て直すってところもやりましたけどね。根本的な解決になってないからね。資金繰りだけで、だとね。いつもライブとかでも僕が話すんだけど、資金調達って何でするんですかってことだよね。課題解決だからね。
課題を解決するために金を借りるってことでしょ。その場のお金を借りることはその年末の資金不足という課題を解決することにはなっても来年もまた同じようにやってくるわけだし、そこの部分を解決するってことにもなってないんですよね。だからそこの部分をどういうふうに解決するかってことが非常に大事だというふうに思いますよね。年末まであと1ヶ月半ぐらいあるんですけども、年末に資金ショートしないために今からやらないといけないことっていうのは何かありますか？これもうズバリあれだよ、去年の通帳の動き見るっていうのが一番いいよ。去年どうだったかって、だいたい会社っていうのはそんなに大きく利益構造って変わらないから、だからその去年どうだったか、そして今年どうなるかっていうところを考えることが必要だと思います。で、去年の残高と今年の残高を見比べてみて、今年の残高の方が大きく減ってるってことは、その1年間ぐらいの間で絶対何かがあったってことだから。そこをもとに銀行とまず交渉するってことでね、こういうことがあって大きくキャッシュを失ってしまいましたと。だからそれを折り返すためにどういうふうに今資金調達してどういうふうに返済するってところを説明できないといけないんだよね。説明できない人が多いのよ。なぜかというと支払わないといけないってところに頭がいっちゃってるからなんだよね。課題解決するのにどうしたらいいかってところを考えれば結構解決するんですよ。だけどそうじゃないから、だからこういう時に条件変更してる会社って非常にやりにくいと思う。支払いは信用の貯金だから、要はその貯金しないで承諾ってことになるからね。だから復元できないとかね。じゃあ売上が大きく下がったからってことになると再生するしかないという形になっちゃうね。だからこの部分、逆に言うともう資金ショートするときに元金の返済を止めて資金ショートしてるケースと元金の返済が進んで資金ショートするってケースだと考え方が大きく変わってしまいます。減ってるとまだ貸せるんですよ。追い銭打てるんですよ、銀行も。けど止まってると追い銭打てないのよね。そうなってくるとうちみたいな会社が出てくるんだよね。ディープファイナンスをやれる会社っていうのが必要になってきます。この辺で年末の資金繰りで困ってるようなお客さんがいたら、ぜひ一度ご相談いただければと思っております。